はようございます。ノーズダイブチャンネルのてっぺです。今日は川西向かってて、今新道乗ってます。ノーズダイブチャンネル、今日はね、まだ僕の動画には出てきてないメンバーテルの紹介をしたいと思います。僕中学校2年生の時に転校しまして、そこのクラスメートと知り合った友達が今も仲良くしてもらってるメンバーなんですけど、でその中のめちゃくちゃ遊んだやつの一人がテルなんですけど、テルはねよく中学校の時に廊下で膝を持ってめっちゃスライディングしてましたね。バックトゥーザフューチャーの主人公、よくギター弾くシーンがあると思うんですけど、で最後ちょっと乗ってきたら膝を折ってスライディングして、ここフーみたいな感じをするんですけど、もうまさにそれを廊下で鬼滑ってましたね、やってました。で特技が柔道、柔術ですね。あ、その時なんか結構なんか背負い投げの練習みたいな感じで、こうグッグッみたいなをやられた記憶が何回かあります。アホなんちゃうかなって。いや、まあめちゃくちゃおもろいんですよね。要いじられ、まあ僕がよくそういじるんですけど、テルをこう1個いじったら2個3個返ってくる、僕に突っ込んでくるんですけど、もうまあキレキレっすね。まあ僕とテルって言ったら、その、なんていうんですかね、チョケ合いがメインですね。その返しを求めてるところも僕があって、よく絡むんですけど。で、まあパソコンが結構得意。仕事もそっち関係の仕事をしてて。まあメタルギアソリッドでいうオタコンっすよね。いいじゃダメかい。エマ・エミリヒって言うんですけど、妹はね。で、好きな飲み物は、ミラクルボディ。知ってますか？炭酸のジュースなんですけど。もう血液ミラクルボディちゃうかってぐらいミラクルボディ浴びるように飲んでますね。まあ、そんなもんぐらいしかちょっと思いつかないです。ああ、今日ちょっと長いけどそろそろやれって喋りすぎましたね。じゃあ行っときますか。今日もこの動画を見てくれてるあなた、あなたの生活にもっとどっぷりノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル何の動画上げていくのって、今日も言わない、今日も言わない。